こんばんは。やっほー。こんばんはでございますよ。こんばんは。本日も夜が来ました。夜が来ましたよ皆さん。お仕事は終えたんでしょうか。お勉強は終えたのでしょうか。なんかプロロロロって音するけど、うん、終わったーって終わったかー、よかったよかった。そう、追跡ね、おきちゃんちのポコちゃんを預かりまして、なのでやっときには今モフモフが2匹になっております。モフモフ、ポコちゃんを預かりました。ポコちゃんは超元気、うん、そう、クシとポコ仲良し。クシビビリだからなかなか仲良くなれません。うん、クシさんとってもビビリなので、うん、うん、なんか短め可愛い。なんかさ、今日ポニーテールしたら前髪がグッて上がってからさ、急に短くなったんよ。あり、本当は長いはずなの、なんかポニーテールしたらグッて上がったんよ。こんぐらいなのに浮いた。ポニーテールしたら浮くんですよね。うん、そう、可愛いからオッケー。女よ好きなんかみんな、ま、眉毛ギリギリ見えないラインだけど、おまゆもいい、おまゆもかわいい。そうなの、なんかおまゆってあんまり好きじゃないかと思ってた、みんな。お眉のパッツンってどう違うのか。お眉は眉毛が出ているぐらいの長さの前髪で、パッツンはもうこれがこうです、こうパッツン。隙間がないことを言います。今はもう大体8対2ぐらいの割合で隙間を作ります。こっち側が利き顔なのでね。あ、ハムスターがおる。ハム、ハムはこっちにいます。ポコちゃん見ますか。ポコちゃんディッ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 、おきちゃんちのポコちゃん。出たそう。あ、キノコに入ってく？入らんのか。お、
き回ったら元気やね。おおすごいおお元気、ポコちゃん元気マンだ。元気ハムちゃん、こんな感じ。ポコちゃんでした。ポコやんポコやん。あ、すごいすごい。どんなどこ見とん、どこ見とん。よいしょ。なんか斜め、よいしょ。そう、クッションとどっちが走るの速いの。絶対クッション。めっちゃガチガチやるよ。水飲んどるんか。さすがにクッシュの方が早いけど足。クッシュはすごい早いもん。人間よりも早い。ブワーって。クッシュもお家の中。クッションはね、リビングかな、落ちたかな、どっちだろうね。伊藤でも4番目に速い。え、あれって足の速さ順なの？え、違うよね。ってそんなに速い、めっちゃ速い。かけっこ順だよって。え、じゃあ足の速さ順ってこと。じゃあネズミってそんな速いの、不思議。ねえ。ネズミは牛に乗ってた。わあ、懐かしい。そういう物語があったわ。そういえばありましたね。なるほど。ピョンって降りてゴールしたってことね。牛に乗っとって。そうや、そんな話あったね。でも虎より牛さんの方が早いんだ。っていうか立つって結構遅いんやなみたいな。立つ一番ぐらいの勢いで来そうやけど、日の中の立つは。ねえ、ピョーンぐらいの速さ。あ、牛は自分が遅いの分かってたから朝一番に出発した。わあ、そういう話あったな。そういうことか。あれだったんだ、頭脳戦でもあったんだよ。ここの戦いでもあったんだね。海流想像したらあかん。この間ポケモンやっとったらさ、野生の海竜がおったんやけどさ、なんか全然なんか速すぎてめっちゃ速いの、移動スピードが。全然モンスターボール投げれんくってね、
そう、どっか消えてったんよ。なんであんなに早いんやろ帰りようと思って、ってなった。野生の海竜早ー、捕まえれんと思ってやったっけ、誰が一番早いか誰だろう、アニピオが一番早いかもね。うん、海流250km で飛ぶ早すぎるやん。うん、なんかポケモンさ、こう的を、空飛ぶやつに的を当てるのめっちゃ難しいんやけど、ひながかな、ね、ひなが元から銃撃戦とかのゲーム苦手やからできんのかな、あれは全然できないね、空飛ぶ子たちを的を当てるの。うん、うんうんうん、銃撃戦合ってるでしょ、銃撃戦でしょあれ、あのゲームたちは、銃のゲームは。うん、エイムむずい、苦手ね、全然捕まえれんの、上におるポケモンたちは。スプラトゥーンですら難しい、スプラトゥーン難しいでしょ、あれは難しいよそうそうそう、みちゅが確かに、そう、みちゅがポケモン始めたの、ポケモン仲間、仲間が増えたそう、ちょっとポケモンバトルしたいなポケモンバトル、俺のポケモンと勝負しようぜ。目が合ったらバトル懐かしい。今のひなちゃん強い、さすがに強いじゃない、さすがに始めたばっかりでしょ、だって一応、うん、うんうん、ひなちゃんのキャラデザ見たい、そうそう、なんか出すか、ツイッターにツイートしようかな。そろそろ俺のポケモンたちも固定キャラになってきたところだし俺のポケモンたち固定キャラになったから、めっちゃ可愛いひなちゃんのキャラデザ、そう、おしゃれよ、しかも靴とあれしか、カバンしか変えてないけど、うん、なんか手袋もなんかつけたらなんか違うなってなって、帽子みたいなのもつけれんくって、髪型的にうーんと思って、うん、
制服があんまり変えれんしね。やちゃんももうソログラムやっとったんか。ワイも撮ったよ。うん、楽しみにしてくださいね。山賀さんでですね、 ST48 のメンバー全員がですね、なんとですよ、毎週乗るんですよ。すごくない？もうサビク9日、いや止まる。そう、あのね、カラオケ配信したいんだけど、300日記念のちょっとあまりにも忙しすぎて休みとはっていう現象に陥ってるので、この現象はちょっと、そうどうしようかって感じなんですけど、そうなのよ。うん、嬉しい悲鳴そう休みとはって感じになってるので、そう、なんかちょっと遅いなと思って待っといてくださいそう、別に遅いなと思っててもいいよ。うん、ひきなも遅いなと思ってるからそうなのよ。うん、そういろいろあるんでね。うん、いつでも待っとるでそういつでも待ってるって気持ちが言ってくださいね。優しいからみんな、そう待っててくれると思ってるけれども、でも365日までにはちゃんとやるのでそう安心してください。うんあれみたいなそう、山賀さんのやつはね、乗車12名までがなんと山賀さんをジャックできるんですよ。なので私の出番はちょっといつか、私も知らないんですけど、私の出番が来たらですね、そうぜひぜひ皆さんにはたくさん読んでほしいので、そう頑張りたいなと思っておりますのでね、皆さん、あのちょっと私の出番まだかなと思いながら待っててください。そう、ビッグニュースだよね。だって毎週のようにさ、誰かがこう ST の誰かのメンバーがさ、その乗ってるんだよ、山賀さんに。すごくない？朝そからびっくりしたよね。今もこれ聞いてびっくりしたもん。ってそんなことがまさか、全然リップ塗ってなかったこれ薄いんですよ、激薄リップそう、そう、私が多分インスタのストーリーとかに匂わせてたやつの一つはこれでした。はい匂わせがち。どういうグラビーになるんだろうね。ねえ、楽しみにしててください匂わせる女ちょっとあのあれですから、お仕事の匂わせしかしないですからねちょっとなんか匂わせる女なんですけど、あのお仕事しか匂わせないですからはい、本当に、
明日広島雪降るかもしれない。そうなん、びっくりや、びっくりやね。一生嬉しいに合わせしてほしい。もういっぱいお仕事のみんな喜ぶだろうなっていうやつストーリーで匂わせますね。うん。匂わせのひなちゃん。今日ストーリーで投稿した芋きんぴは私のおすすめなんでそうアイラブなの、あの芋けんぴは何の匂わせでもないです。それはちなみに、はい、私のおすすめですに敏感なのでたい焼きにも意味があって思ったあれを差し入れていただきました。メンバーがなんかチャートリのメンバーがまず、いやお腹すいたよねみたいな、今日夜ご飯ないんだよねとかなっておねだりしたらいいよって言われて、なんかサラピがチャートリのメンバーだけに何の味がいいか聞いて、季節限定ですかクリームかあんかかみたいな話をしとったら、そうマイカーにはないきねみたいなそしたらマイカーも頼んでたそう、うん、そういうことがあったんですよマイカーはってなって頼んだ。うん、カスタードがさ好きなんだけど、季節限定のやつにしたの、リンゴ、おリンゴにした。おリンゴがね、なんかアップルパイみたいな感じですって書いてあったけん気になったんよ。うん、アップルパイみたいなたい焼き、うーんってなって想像してね、よくわからなかったっけどね、食べてみて美味しかったやん。うん、そう、うまみ、うんうん、それもはやアップルパイやないか。そう、好きなもそう思ったんや。たい焼きってでもアップルパイみたいな感じの気はするなと思って、そう、うーんと思ったけど、でもなんか、でもちょっとやっぱりなんて言ったらいいな、食感的な感じでちょっと違った気がする。うん、たい焼きもちってしてるじゃん、ちょっとそのもちが加わった感じアップルパイ、アップルパイ好きやねん。次広島行った時食べ物増えた。あそこのたい焼き美味しいよね、うまみ、うん、うん、そうそうそう、お腹空いてくるみんなのお腹を空かせるマンです。クリスマスは自分で料理しますか、それとも外で食べますか。クリスマスはね、うーん、そうだね、家で食べることもあるんだけど外で食べることもあるみたいな感じ
そう。でもステージに入ってから25日だいたいイベント系のことがあるからメンバーと過ごしてるか、うん、差し入れでチキンが来るとかいうのやってる、うん、そう、ケーキの予約してないよね、うん、ある場所に行ってみんなで食べようかみたいなのもあるのでしてないんですけど、どうしましょうかね、聞いてみるか、うーん、ややくしたくやおさち予約したけどケーキ予約してない、順番よ、順番、うん、チョコタルトにした、チョコタルト美味しいよね、好き、小学生は一日に来んよって出た、おー出た、そうなんよ、なんと今年初のSTU 元旦公演をすることになっておりまして、そう大変ですよこれ、皆さん一日一日はさすがにみんな実家に帰ったりしてるんじゃないかと思うんですけれども、うんしてない？うん、元旦楽しみすぎる、超朗報って、新年からすごいね、ね、新年からすごいよ、うん、初詣でやめて、怖い、オタク始まりオタ活、うん、しさきできないし優先するのもありかなって、びっくり、仕事です、あそれは大変、簡単なので仕事は辛い、うん、簡単公演やりたいな、おいでおいで、うん、実家には2日に戻れば OK まあ確かにね、うん、それもある、うん、そう成人でないのかな、あると思うけどね、うん、そう成人式イベはもう絶対来てほしいね、みんなに、私はもうお待ちしておりますよ、皆さん新成人マン、新成人マンお待ちしてます、うん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 、どこでやるかもね、分からんけんね、なんちゃんわかんない、そうそうそう、じゃあ他にお仕事してるのそうだね、私も仕事してから実家に帰るそう、でもこれ微妙なんですよね、私どうしようかなーってところがあって、うーん、我が家にコシちゃんというね可愛いウサギさんがいるのでね、
どうしよう。時間もわからんし。その一人ぼっちにできない。クシウサギは。確かにおばあちゃまには会いに行きたいけど。そうサンリオのやつもね出るんですよ私。そうだからそんなにね休みってわけでもないんだよね。そうだからなんか微妙なんだよ微妙なんだよな。2日間かってところ。そう。普通に家で休むのもありそうなのよ。ほんとそれ。そう。いやだもうあれだ新年のスタートで。買い物することがよくあるんですけどそうでもあれもだいたい2、3ぐらいなんですね。2ない場合も多いけどだいたい3ぐらいからだいたい始まるんですよ。ってなるとそうなるともはやもう1日遊ぶぐらいの感じになるのかって感じですかな。ねえ行きたいんだけど私初売りの戦いに参戦したいんだけどな。大人だって来年からあげる側再来年かな私あげないといけないのマジか。ひなちゃんあげないといけないの。誰にあげるんや一体全体クシちゃんクイちゃんか。大人だからね確かに。私大人。そのメンバーでもらってる子いる？それな。22歳まで学生年齢と言い張る
学生年齢確かに確かに私学生なんで JC だったひなちゃん、本当にびっくりするんだけど、時の流れの速さに本当に時間はあっという間。あっという間よ。油断してたら大人になっちゃうからそうよ、うん、油断は禁物。15歳のイメージが強い。すごいマジか、15歳はやばいやろ。うん、ね、みんなもあっという間に今の年齢になったかい？そう。そういえば今日お仕事でね、とある格好をしたんですけど。そしたら IQ150 に見えるって言われてひなって黙ってたら賢そうなのかなと思って。どう思いますか皆さん。私は150に見えるって言われて、もうすごくないか。そう、どんな格好かはちょっとまだ言えないですけど、すごい頭良さそう、 IQ100 なんだっけ、すごい頭良さそうって言ってくださって、 IQ 何本に見えますかって聞いたらIQ150 に見えるねって言われたマジかと思って嬉しかった。そう、ちょっと喋っても賢いよ、知らんけど、絶対知らんけど知って IQ150 すごいよね。うん、黙ってなくても賢く見える。本当に？嬉しいな、それは。ありがとうございます。頭がいいので。実は。優等生には見える、嬉しい。うん、メンバーには絶対に言われないから嬉しいね。メンバーで一番賢いのはひなはもう福ちゃんかみちゅんのイメージ。やつは記憶力に驚くこと多い。嬉しい。そう、ひな記憶力はいいんですよ。あれがいいの、私瞬発的に見たものを覚える記憶力がね、いいんですよ。あのスイッチでね、柔らか頭塾っていう昔私が DS の時代にめっちゃやってたゲームがあって、それをスイッチでやってたんですけど、私の瞬発に出たやつを覚える記憶力がすごく良くて
いつもあれなんか紫色のとこまでいける、あ違う、黒色のとこまでいける、エリートエリートみたいな感じのとこまでいけるの、あれだけは、うん、それだけはエリートクラスなんです私。記憶力エリートクラスなんで嬉しい。うん、チャンチャンって、あれとかもよく覚えれるの、なんかこうなんだ数字とかがこう並べあってあるやつをこうパッて見て覚えるの得意。そう Wi-Fi のパスワードとか私すごいパッて見て覚えれるよ。ホテルで必要な特技。うん、そうフラッシュ暗算はできないの私、もうパッと見て覚えれるだけ、うん、顔と名前を覚えることを教えてほしい。簡単なんだけどね、こういう人はこういう感じの人っていうのを大体頭に入れといて、そうそしたらなんとなく、ね、なんとなくですか、うん、いやひなちゃんパスワード見られたらやばい、やばいよ私パスワード見られたら、チラッと見ただけでもバレる。覚えないよ、大丈夫大丈夫、忘れるから。覚えようと思って見たら覚えれるけど、覚えようと思って見なかったら覚えれないからね。そうこれは本当にそう、うん、はやって感じ、うん、うん、だから私はもしこうなんだろうな、こうこう こちらに私が彼氏がいまして、こうなんかいつもスマホをいじる回数が多いみたいな、怪しいってなった時にすぐ覚えますか。パスワードの動きをちらっと見て押した数字をすぐ覚えますか私。そうバレますからね、うん、うんうん、やばいですよ、恐怖ですよこれは。私同じ番号連打だから秒で覚えられちゃう。それもう誰が言っても覚えられちゃうよ、ひなじゃなくても、うん、危ない、うん、変えて変えて、フェイス ID 使ってやる。フェイス ID する、うん、寝てる間に顔を覚えて。やらんとできんもん。あれってさ、なんかさ、その人のさ、こう写真を撮っとってさ、スマホで、そのスマホからさ、こうやってかざしたらさ、ロック解除できるんかな。ねえ、ねえヘラの考えかもしれんけど、これは。うん。それ無理なの。写真じゃ無理だった気が、あ、そうなの、さすがにそうなんだ、うん、平面だと無理だ。
スマホに 3D 機能できたらやばいじゃんだね。自分の妹の顔で解除できてた。似てるだろうね。うん、妹に頼んでね。ねえねえ、これちょっとかざしてもいいって言って。指紋認証だから平気さ。指紋認証はやばいよ。それこそもう寝てる間にいつの間にかだ。うん、もうだってスッスッってできると思う。うん、もうスッてできる。そう、そんなんもスッてやられちゃいます。うん、もう寝てる時の体勢がもうピシッてなってる人だったらできないけど。でも人って寝てる時なんかこんな感じじゃん。 こんな感じだからね、もうスッてできちゃう。うん、キャンちゃん恋っす。恋よ、浮気が許さん。目を開けて寝れちゃったいけ。でもね、なんかさ、あれらしい、すっぴんだと認証できないっていうのもあるらしいから、顔が違うって思われるらしいよ。うん、まずいよな。うん、ありゃーって。もうね。ミックでいくらでも変えられるってところはありますか。いやね、フェイス ID でやったことないな。指紋認証はあるけど、うん、だいたい番号をパスワードロックにしてる。一番あれが安全な気がする。な気がする。うん、4桁とかだったらちょっと怪しいけど、認証番号が、うん、大丈夫にしがち。すぐ飛ばされるやん、困っちゃうよ。ズルニンニン、あっという間に解除されちゃう。うん、やっとゼロ二二一じゃありません。やちゃんオタクで0221使ってると思う。そう、あー、みんなのパスワードがバレちゃう。バレちゃうよ、気をつけて。でも確かに推しの誕生日だったら、その推してるっていうのがバレてなかったらわからんよね。
ね。うん、確かに。パパピオの誕生日にしとく。もう絶対バレや。パパピオの誕生日にしときな、みんな。うん、推しにかかる数字を使っちゃう。いいね、みんな2番使ってるってこと。うん、気をつけてな。うん、うん、二の丸さん、クマありがとう。クマクマクマ、うん、うん、うん、日の月が 何時何分から始めたショールーム、なんかもう最近時間の感覚がねバグってって、えそうだよね、あれもう1時間経つよ、みんな大変、そんなことある、えまだ私20分ぐらいしか経ってないかと思って、経ってないかと思って20分、あでもなんか体感時間的には合ってたんだけど、時計見たらね、あれ20分経ったんだ今と思って、昨日もだって9時ぐらいに始めたの。あでもなんかポコちゃん撮るのちょっと時間がかかっちゃったから、あれと思ってこう脳内でもこう考えてたら、やっぱ体感20分なだけだった。そう、今日も日のさ、もう忙しい時あるあるなんだけど、これ本当に忙しい時あるあるすぎるんだけど、集合の1時間前に来ちゃうの。これ岩田ひな忙しい時あるあるなんですけど、集合の1時間前に来ちゃうの、間違えて。そう、めっちゃびっくりするの。そして私いつもなんか着く時にえってなって、なんか起きてないよ、もうほとんどね、私は起きてから準備して行くまで起きてないんよ。脳死んでて。寝る前のその30分と起きてからの30分は本当脳死んでてやってるから、移動した後に覚醒して時計見たら、もう一回確認するように時計見て、あと何分だ、やばいやばい遅刻すると思って、えでも待ってよ、え今日ってって思って LINE を確認したら、だいたい1時間前に着いてるの。怖くない、これほんまにやばい。そう怖いの、だからもうやっていけないの。今私すごい忙しいんだなっていうのを感じる、この現象が起きたら毎回。めっちゃ早いの、もう本当にびっくりする。はい、1時間ぐらいゴロゴロしてました、現場に行ってゴロ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 してました。うん、すっごい隅でゴロゴロしてました。うん、でもよかった、まだゴロゴロできる現場で。うん、ほんとよかった。ほんとこれもあるあるないよな、気をつけます。うん、でも早い方しかなったことないの、それ。そう、遅い方ではなったことないよ、自分の中で。多分寝る前にこの時間よりは何分早く起きてみたいなの計算しとったら、いつの間にか、そう、その遅れるっていうことはないんやけど、めっちゃ早くなるの、なぜか。計算の途中で多分脳がバグって、寝ながら計算してる。起きた後も30分間ぐらい寝てるから、ひなちゃん。そうそう、これバグってるんですよ、脳が。うん、でも最近は本当に本当に頭がバグってて、もう今日もあれ忘れましたもん、美顔器をメイク室に多分忘れてて、そう、さっきもらった帰ってきたけど、
ほんとバグってる最近。やばい。このままだと私、すべてを置いてどこかに行ってしまうかもしれない、みんな。このままだと2時間ぐらい早く来て、すべてを置いて帰ってくる可能性がある。もう泣いちゃうよ、ほんとに。もう嫌なの、そう、毎回疲れるの。そう、なんかどんどん悪循環が起きてる最近。そう、何かを忘れて、それでもう申し訳ないっていう気持ちになって、で取りに行って、なんか何に時間を使ってんだっていう自分になって、そう、なんでこんな早く来とるん、寝れたいよもう1時間っていう自分になって、本当にもう辛いんで、うん、悪循環しか起きないんですよこれ。うん、本当に弱いですからね。そう、これやばいです。疲れてます私。うん、時間が欲しい、時が欲しい、欲しいもの時。頭がもうてんやわやなんて、気をつけます。気をつけてるんだけどね、気をつけてないんだろうね、でもね。うん、いいんですよ、もうそういう、そういう人なんですよ私は。はい、では1時間ぐらいやったので終わりたいと思いますよ。うん、10歳はなちゃん、大好きなあそ、12位台湾の子さん、キャッシュカードの暗証番号は0221。絶対言わん方がいい、ここで言わん方がいいよ。うん、11位まいたけさん、まいたけさんのことが好きなそう。10位清田京太郎さん、どんな似合わせもキャッチ、五感を研ぎ澄まします。わかりにくいけ、ひなの似合わせは。うん、9位ヒロさん、ヒロさんのことが好きなそう。8位ハシタン、仕事で見れない日もいつでも持ってるよ、キュッ。7位神戸のドリンさん、1月の公演も決まって、お忙しい、嬉しい悲鳴や。もう皆さんもお仕事が、押す方のお仕事がお忙しになっちゃいますか、一緒についてきてくれよな。だからザッキーさん、見られて困るものありません、絶対楽しい。それならいいんですけど、うん、すぐ飽きしちゃうからね。おい、おばちゃんのことが好きなさ。ポンタさん、ゆっくり休んで、お疲れ様、ありがとう。おつぴよちゃん、こちらこそありがとうね。3位ジョジョさん、ジョジョさんのことが好きなそう。2位ニノマルさん、ニノマルさんのことが好きなそう。そして1位がドロロロロパパーン、サムキさんです。差し支えなければ把握してる印象をください。なんだろう、最初に思った印象は何だったんだろうね。シャンってしてる。かも。うん。そう。多分。うん。はい。パチパチありがとうございます、皆様。スペシャリストやコメントもたくさん。ありがとうございました、うん、そう、またね、明日も配信しますので、まだフォローしておりません方はぜひぜひフォローしてくださいます。明日もお待ちしておりますよ。
ついてあ、あと TikTok、Twitter、Instagram なんか順番今日逆になっちゃったけど、フォローしてくださいね。フォローしてなかったら、ちょっとこの後遅いけど Twitter に私のポケモンちゃんを載せちゃおうかしら。ポケモンで最近あった出来事を載せちゃおうかしら。こっそりポケツイートポケツイしようかしら。そう、私のね、キャラクター、自分のキャラクターの顔デザインをみんなに見てほしいので、ちょっとツイートしますね。ではでは皆さん、今日も一日おつぴょんでした。また明日ね。おやすみー。